前にあの練習場で撮ってるさ動画で、うん、入社がどうのって言う <laughs> すっげえ難しそうだなと思って<ん>触れなかったんだけどんどんな感じなの入社じゃあ今回、うん、家で多少詳しく言うけど打席でもう一回もっと詳しいのやるね、うん、で今回はここで言える範囲のことを言う平井博明のバンドップゴルフめっちゃ試合簡単よゴルフの球筋は全部入社だからスイ 全部。入射で決まる。要は、じゃあ平井が、ドロー、フェード、うん、ローボール、ハイボール、ノーマルショット。うん、入射で変えてるから。ボールへの入射角で玉筋をいじるから。か低いは分かる入射角だったら<そ>ああ、なるほどね。こっちの角度もあるから。そ,の,その,の入射角ってえーっとね、ごめんなさい。シャロースイング、うん、ダウンブロー、うん、ハンドファーストとかってやるでしょ、うんうん、あれは、入射角のためにやってるって。 で理解してる人がやってるからね。知らなかったですか。そうそうそうってことはハンドファーストが目的じゃないんで、ダウンブローとかシャトルが目的なんじゃなくて、入社を変えるためにその形になる。そう。だからハンドファーストをやろうとしてても入社格はいじれないから。 入射角をいじったらハンドファーストになった。シャロースイングになった。ダウンブローになった、ボディーターンになったとかって変えてるだけだから。入射を変えてるだけだから。いや、これを理解してないんだったら今すぐやめた方がいい、それを。確かに。うん。だって違うんだから、目的が。シャロースイングができてきてナイスボールが出るわけじゃなくて、ああああそう、入射を変えてナイスボールを打つためにシャロースイングをしたってなってんだったらいい。これ全部そうよ。 っていうことは、<ん> <laughs> 俺がっていうことだって言うと答え言っちゃうんだよ入社を意識して考えてやってた結果、うん、そのなんとかって名前のついてるものになってるっていうだけだよ、ねうん、そうよ、そうよ、そうよだから理論をやってんじゃないんだよね、そ<う>入社を考えてるそう,そ,うそ,うそう、そう、そうそう、で、プロが全部そうやって考えてきたものだから、うんうんうん プロが試合で活躍するため、いいショットを勝つために、そういう入社にしないとこういう球が打てないって言って、そういう体の理論が生まれてるから。でもその体の理論が生まれたのを先やるでしょそうだねあ。そうしたらもうガッチャガチャになるから。入社を変えたいだけなんだ。そう。入社がそうなればその動きじゃなくてもいいわけね。うん。そう、だから、俺シャラースインやってるよとか、俺ハンドファースト当ててるよとか、プロは言わないけど、クラブの入社格によって、うん 球をいじるっていうところからすべて体の使い方の理論が生まれているこれを知らないともう本当に自分からミスを打ってる要は難しくしちゃってナイスショットが打てないような状況って言われてもおかしくない先に理論っていうかその動きだけやっちゃうとねそうすると出雲平井くんの言ってる、うん、その打ちたい球が決まってないと、うん、そのどの理論を取り入れるかっていうの決まらないって言うじゃん、うん、ってことは、うん 打ちたい球が決まれば、うん、その理論が決まるっていう間に入射が決まるの、うん、そう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  <laughs> そうそう。っていうことはどういう入射にしたいかが分かってなかったら、うん、やっちゃダメなのっやっちゃダメどの理論を入れていいか分かんないはずなの本当はでも平井は体のその何理論で動いてないから、うん、こういう球を打ちたかったらこういう入射で入れればその球が出るってもう分かってるから全部の球がだから クラブだけその動きをしようとして動いてるだけだから、体なんて本当どうでもいい。そっか、その入社にするためにクラブをただそう動かしてるだけなんだ。そう、うん。だから、シャローセグになってようが、インサイドアウトになってようが、いや、その球を打とうとしたからしょうがないっていう感じ。あだからどう動くか考えないってそういうことね。そう。じゃ入社だけは考えてんだ。そう、クラブがメインじゃん、平井は。そうだね。そう、だからクラブが、間違いない。<laughs> ボールに対してどうやってこうやって入れるかよね。こうやって。こうやって。それで体がクラブを持ってんだから、そういう動きになるっていう。そっか。あ、それでもそれ分かったら、入社考えたら、動き覚えなくていいわ。そうでしょう関係ないでしょ。だってクラブがそう動いてればいいんだから。だからこうあって、高い球を打とうとしたら、単純にこうやって打ったら高い球を打てるじゃない。 だから、こういう風にクラブを動かすために、そういう体の動きになるじゃない。で、低い球を打とうとしたら、こうやって打つじゃない。したら、こういう動きになるじゃない。それだけなのよ。あ、ってことは。あの傾斜もそう。もしかして。やっぱり、八十三年から来てますね。来てる。でしょ来てる。やっぱ、そう。そういうこと。結構前に動画撮った時にさ。四パターンぐらい撮るじゃん。全部動き覚えらんないなと思った。うん。確かに、その入社だけ考えれば。 かかってくるかもしれないですよそうでしょだからいきなりゴルフ知らない人が面白そうだからこっから打ってって言ってナイスショット打てるっていうのはあじゃあこの傾斜だったらこの入社をすればナイスショットが打てるからっていう入社のところにアドレスにボールをずらしてそこに対してクラブをこうやって入れればいいだけっていう考えだからちゃんと当たるの毎回そうだから俺 YouTube でほとんど打ち直しなしで全部登録取ってくれてるじゃない で、いきなりナイスショット出ることの方が多いじゃない、やっぱり。うん、それは、やっぱその状況で、その番手で、こういう球をカメラで見せればいいって、もう入射が分かってるから、その動きをしてるだけなの。だから、くに練習してなくても、そのクラブの入射が分かってれば、当たる。これ、意味ないね、もう。お腹いっぱいになってきた <laughs> そうだから、アプローチもパターンも全部そう。そのさ、パターが分かっていんだよね。あ、なるほどね。まあ、確かに曲がったらあれだけど。うん。まあ、単純に、ストレートラインがあるとします。うん、で、 1メーター打ちますって言って、これマレット型パターっていうね、これ。こういうパター。そう。で、こういうパターは、芯が下なのね。ちょっと下にあるの。だから、入射を緩やかにしてあげるのこうやって。だから、ボールの位置は自然と左になるじゃないでも、トゥーロン、俺が使ってるトゥーロンとかは、この幅がないじゃないブレードタイプ。それは芯が上なの。ってことは、こうやって打ちたいじゃん。そう。だから、入射がこれか、これかに変わるわけよ。 パタって。ええー、そう、でも、スイングしないでしょあんまり。パタって。ちょっとしか動かないじゃん。だからボールの位置を変えるの。でも入社なの。え、それ分かってマレット型とその中にピン型いや、みんな、だからマレット型、ピン型って分かれてるじゃないうん。だからみんな分かって使ってるよ。かえそうかわか<れ>全然違う。もう、ツキスポですよ、もう。全然違う。そう。うん。で、言っても、 じゃあ、それ、どうやってボールの位置変えるか。これは、一人100円いただきます。はい。100円うん、いいですよ。こう、ボールがあるじゃないこうやってあって、こうやって構えるでしょで、アドレスします。ボールの、一番この端と、パターの一番この端の、ここの距離、ここの距離の真ん中を見つけてください。ここなんだよね。ここがおへそ。でも、平井が使ってる、 ピン型のブレードタイプって、ここ、後ろないじゃない。ってことは、ここと、ここが一番お尻になるでしょ、ね、したら真ん中、ここになるじゃない、ね、したら、ここがお尻になる。はい、だから、ブレードタイプは、ここがお尻で、あのー、おへそだから、こっちにずれるじゃないってことは、ボール左奥から、上がり際に当たりやすいでしょ、ね、そう。で、ブレードタイプは、真ん中がちょっと前に来るから、ちょっと中にずれるじゃん。だから、折り際に当たる。 おへそを真ん中に構えてあげるそうそうそうだからこの物体全部のセンターをまず見っけてそれをおへそにくればいいそう,そうすると自然とそのモデルのタイプの適正な場所に構えやすくなりますよってことなのねこれあんま言ってる人いないなそれたの自分でそう見っけたで,見っけた,で見っけた理由がそれ普通だから <laughs> <laughs> でも普通なことをみんな言わないでしょ世の中<や>だから言った言ってる人いるのかな <laughs> うーんとね多分ねいやそんなの知ってるでしょっていうぐらいみんな言わない、うん、それはあの日本なるほどなるほどそうこれねそうこのモデルのボールの一番打つ方から見て左端とパターの一番右端のこの物体の真ん中をまず見つけることるそうそこがおへそに来てればオッケー だからこれしかないパターだったらボールの一番右端ぐらいにこうなるじゃないそ、ね、したらそこが今度おへそに入るそうなのそうなのそうするとこう芯の上で打ちやすくなりますよっていうやっぱり芯外れるからよれたり、うん、打った分転がんなかったりあそっか狙った距離がそう跳ねちゃったりとかする。 そういうことがパターで起こる。だからショートパット、あれなんで外れちゃったんだろうとかってなる。そういうことはパターである。だこれも全部、要は入社が変わんなきゃいけない。パターのモデルによって。それめっちゃくちゃ大事よ。入社やばいでしょ。入社やばい。うん。で、打席ではアドレス何にも変えないで、入社で5つのボールの種類を全部打ってあげるから。ボールポジションとアドレス変えないで、入社だけで変えるから。できるできる。<laughs> <laughs> <laughs> できないできないってみんな思ってるからまあねでもうんそうだよね間違いない間違いないわ知らないからね、うん、手打ちしか知らないから <laughs> できるんだよ <laughs> できるのそうやる今度打席でやりますんでそう,、ええ、そうでもこれはいくつかそのゴルフのスイングに対しての肝を言ってきたけどこれは結構な肝かもしれないね <laughs> そううだねうん でもね多分た、ね、けちゃんなんかまさにそうだと思うよ入社入社,入社で全部書いてると思うよやばい,やばいまあまあその辺が的確すぎてやばい <laughs>、うん、体重移動を教えるそう率先して教える人は強い球打ちたいんだなって俺は思うし、うん、要はこうやっていくからねで球上げたいのを教える人はこうやってセンター軸でパンって打った方がいいよって言うだろうし、うん、まあいろいろあるよねちなみに ヘアウェイウッドなんかまさにそうよ。入社入社、入社。もう、ヘアウェイウッドだからこう打ってとかじゃなくて、ヘアウェイウッドだからこういう入社にしたらナイスショットが出るからっていう感じで打ってるから。からもちろん、言っちゃえばダウンブローとかなんじゃらかんじゃら言ってるんだけど、うん、入社を急にしました、なだらかにしましたをいろいろ変えてるだけだから、番手によって。そのクラブに、そう、適切な入社格で入れる。それは、高低差じゃなくても、こう、左右もあるし。 そう前,後前後っていうのそ,うそれもあるしあじゃあそれクラブによって違うんだそうそうそう重心距離によっても変わるしもうここまで言っちゃったら無限になっちゃうからあんま言わないけど、うん、そのヘアウェイウッドだったらヘアウェイウッドのこれぐらいの入射で入れたらこのクラブはいい球が出る例えばシャローフェイスのヘアウェイウッドだったらもうちょっとこうやって入れるディープフェイスのヘアウェイウッドだったらもうちょっとこの角度で入れるとかってそれで調整してるから上上がる上がるらないのねだからスイング理論を例えば1個入れるでしょ、うん したらそのスイングでできるものって限られるから。だから俺はスイングに理論を入れないの。入社が限られちゃう。限られちゃうよ。ダメじゃん。そうハンドファーストのしたらハンドファーストの入社者できなくなるじゃない。したらそのクラブでハンドファーストのしたら打てないクラブって出てくるから。そうだね。そう、だから。打てるクラブと打てないクラブが出てきちゃう。そう、それ絶対やりたくないから。そういう、例えばスイング理論っていう、こうやって動かなきゃいけないっていうことをやらないの。クラブはこうやって動かなきゃいけないっていうのは盛りだくさん入れてる。 そう、だけど、体に関しては、そのクラブに合わせてるだけだから。もう、何でもいい、それ大事。先生にこう動きなさいって言われたら、あ、それは入社をどうするためなんですかって聞いた方がいい。間違いないね。その目的がないんだったら。そう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 、意味がないからね。その人が知らなかったら、だから、僕にどういう入社をさせようとしてるんですかって。そう、そう、そう、だって、それが本人と一致してなかったら。 そうだねそう打つ球ね出したい球出ないからさ確かに確かに,確かにそうでしょ,でしょねえ。いやいい。さすがはトル君やっぱ今年もいいとこ続きますね,そう,だねそう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 じゃちょっと打席が楽しみですね盛り上がりそうだね盛り上がでもね本当にそのボールの球筋に対しては、うん、本当平井は本当に入社だけで変えてる意識はもう99%あるそうなんだだから理論じゃない、うん、理論で球は変わらないから <laughs> 入社で変わるからいや本当だ、うん、体の動きを理論というとして理論から入ったら理論ができますしたら次にそれに合ったクラブの動きをしなきゃいけないしたらそれに合った球筋が出るまでやんなきゃいけないそうだからもう何工程もやんなきゃいけないでも入社ってもうボールが飛んでく寸前のことだから一、うん、個でいけ <laughs> そうでしたら腕体って連動するからそうだよ、ね、そうそう,そう,う,うし,したら <laughs> あのが出ててるるんだっったら無理論でいいいななじゃ勝手に自分でそれやってるからねこれが現実でさっき言った逆が理想うんこれね入社はねそうこれもねチクチク言ってきたけどいつ登録に言われるかなと思って確かにスタンバってた入社は俺取る気ないから無なかったなかったいやなんかねもったいない気がしてなるほどね薄々感じてた感じてたけどやっぱすごいあほんと それぐらい重要なこと、うん、なので今回は、えっと、この辺でちょっとお開きにさせていただきますけどもより詳しい内容を必ず打席で撮りますので是非そちらをお楽しみにしていただければと思います今回はですね入社についてちょっと登録にさされましたので動画を撮ってきました気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後ままでごご視聴ありがとうございました